ジョセフなら大丈夫です。何も疑っていません。彼は無用。片付けろ。これは命令だ。命令。言ったはずだ。きっと君は弱い。我々を失望させるほどになる。画面転換でね。彼は脅威とみなさなかった。え、そうだったね。いや、お前が誰か知っている。ルビックが入ってる。彼は渡さない。追っかけ。お前が私たちを待ち。いいねー。ピットマンでーす。帰ったか。あかんやない。よっしゃ。おう。おーい、よいしょー。お、どうした。お、残殺の方だ。両親は私に何の関心も持たなかった。教会のことばかりで。お、みんな平穏を求めている。帰るべき我が家を思ってんじゃん。思い込まれてそこへ導かれている。君の帰るべき今や我々の色に、ただの影だね。うん。なんか洗脳しに来てるみたいな感じだよね。どうも皆さんいらっしゃい。いらっしゃい。居酒屋 ABC の A と B とシド。シート。カバーイ。幻の D が出てくる。D ちゃん。D 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 ちゃん。よっしゃ。お、なんだ、なんかあるね。ルベンは自分のやったことを全く理解していない。彼はメビウスを恐れてなかった。だから関心を示さないのは当然なことなのかもしれない。ステムのプロトタイプは稼働するが、ルベンとの接続が不可欠だ。調べてみて分かったことだが、自分自身の脳波でしか正常に稼働しないように彼は全システムを再設定してしまったのだ。命を任せすぎた。その結果がこれだ。私の知識をもってしても元通りにすることは容易ではない。だからルビーのことは上の連中も知っている。私一人の責任にされてたまるか。ルベンを引っ張り出してでも元通りにさせてみせる。それにそうでもしなければ連中がルベンに何をするか想像もしたくない。うん。お、びっくりした。ん、シートでした。あ、おいしい。お右、外に、うん、出れる。嬉しい。出てきたね。あれ、あ、敵か。無理じゃない。絶対鐘の音だったね。そんなシーンあったっけ。いや、なかったと思う。無事でいて、レッスン。兵士恐怖症だったもんね。いや、兵士は恐怖症です、うん、今の部分きつかったね。いや、もう嫌です。オナーシャス。オナーシャス。いや、そんな堂々と開けんなよ。あ、あ、どうですよ。ちゃんと閉める。うお、めっちゃ群がっとったの。あの化け物に襲われる前に何とかしないと。結構目、おお、いる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 、目の前にいるよ。いや、あ、バレた。やばい、まだバレてないけど。あ、バレた。あ、はいはいはい、三人。あ、三人、三人、三人。あ、三人。早かったー。最速だー。早かったね。やりたくないんでしょう。やる？いや。何？見つけたぞ。よし。ここはレイ君の。だってどうやんのよ、こんなね。やばいね。すぐバレんね。すぐバレんね。
右から行くルートがあるんだろうな。なんか燃え、なんか、ああなるほどね、なんか燃えだねこれね。なんか落ちんだ。あ、落ちんだ。ええー、あ、罠だったのか。そういうのもあんだね。罠歌い出したぞそんな歌あったっけ。罠かねえ。あそこに呼び寄せ、うん、指寄せ、指寄せ口寄せ口寄せんなナルトじゃねえか。気づかせてあそこ通ればみたいな。お、残んじゃん。うえぇ、無理やし。おいおいおい、あーくそ、俺ん時はなかったこの来てない来てない、そう、そこまで行ってないのえ、あ、なんだなんだ、あー、この目が見えないやつ。あ、そうそう、音のやつね。あ、瓶あるじゃん。瓶ある、ビンビンっつって、うーんふんって言っちゃった。なんか言ってよ。いや待ってくれ、時計回りで回ってくるよ、時計回りで回ってくるよ。わお、ビンビン、あばよ、達者でな、よっしゃ、お、はい、大丈夫大丈夫、あの、あっちに2人で戦ったり、うん、戦わなかったり。あー、びっくりした。うそー、ガオー、そんなガオー、逆にね、あれはいいね。おっしゃ、行った行った、いいねいいね。おー、チェックポイントだ。おっ、ほんと、やつらを引き出せる、来た、ね、いつものレスリングの声だ。扉開けようとしてる音、うん、でもさ、あんなのどうやって鳴らすの。カランコロン、カランコロン、あ、スクってなる。この下、ワーナーだよ。ワーナーだね、ワーナーのマイカルだね。おお、ワーナーのマイカルワーナーのマイカル、気をつけて、気をつけなきゃいけないね。でもあそこ行けそうなんだよな。いやいや、めっちゃいない。確かに、あ、行けねえわ。金どこにあったっけ。左、何言ってんの。いっぱいいるやん。あ、ない、うん、ない。ランタンは見ないか。お、なんか今なかった。うん、左、あ、ちょっとそのボタン見えたらいいかな。あ、でもいけるね。おっとおっと、お尻のコース。あ、あの子、あぶねえな、カバ野郎め、カバ野郎このカバ野郎がどの知ってんな。お、そうそうそう、そっちに行けばいいんだよ、バカね。バカ、かわいい。違う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 、早くない？早いね。あ、どういう、あ、違う。カバ野郎。地獄に落としてやる。カバ野郎！あら、よっと。あ、タイ、あ、タイ松？タイの松あった？あ、消えた。あ、消えた。タイの松消えた。くっそー。でなんかありますか、鳴らすあの鐘を。あの鐘をあこ鳴らすのは。あ、なんかあったよ。うん、はすごあったね。はすごなんだっけ、さっきのアドボアドボだっけ、なんだっけ、なになに、あの東北弁のやつ、東北弁のやつ。そうそう、この鐘を鳴らすのは私じゃない。あ、あなた、あ、おでいさんおでいさんおでいさんお茶しませんかおでえさんっつって、やばい、鳴らしちゃった、なんちゃなんちゃなんっつって、うん、来たぞ来たぞ。さあどうする。ああこっから上がってくんじゃない。その影に隠れ。じゃあいないいないよ、いないいないですよ、うろい
撃あでそれであっちから行けばいいのそうそういうことですね。おちょっと危なかった今ね、うん、ね早くね誰か来たよ誰か来たよ私が来た誰安全もう安全そうだよいや振りだ丸っこして丸っこ押した押した動かないのあびっくりしたフリーズしたと思ったあいい子いい子危ないところだったけどやっと見つけたわ怪我はない強くなってる逃げられない大丈夫よレスリーけどここからどうやって抜け出せば教会分かったわ行きましょう私から離れないで守ってあげるからまだ終わんね終わんないのかついてきなさいレスリーこちらよお先行くやん先行くだよまあレスリーは次何起こるか分かってるもんねわあ嫌ですよですねははははえなんぞなんぞあ崩れたこっちから、ね、あ先行くないやあんま見えねえからあんま行けな何かカプセルホテルみたいになってない確かにめっちゃ女あるもんね並びもそうだよねそうだよねちょっとじゃあほらねえなんかいいんじゃねあれこれあーいらっしゃいましたかあれ後ろご覧後ろご覧ご覧怖っえお前こっちにいなかったいたよあ消えちゃったよでもこの形はあれだね、例えばイギリスとかイギリスって言っちゃったイギリスとかにある地下の墓地のこの中に死体が入るんだよね長くないそう長いんだよね結構ね入ってるねそんでこれそうでこういう風に蓋されるんだよねへえやだ行くしかない行くしかなかねえ階段長柵まあ大丈夫こうやって弓矢出てきたとこじゃないああなんかでも通りましたよねなんかね、はい、通った雰囲気あるよねある見てレスリーもう少しよあとちょっとあとちょっとよ後ろ向いたらレスリーいないみたいなねうんレスリーよいしょすぐ走ってどこか行くんだあいつレスリーギャーンじゃないよジャンプだよいいじゃんいいじゃんギャーンこっちだよあれまったく冗談でしょ冗談でしょ冗談でしょ冗談は顔だけにしといてやばいからあ、なんかあるよなんかあるねあれこれ、あの双子のやつ双子のやつだそうだねレスリー隠れて私が呼ぶまで出てこないではい帰って来るぞであなんか音曲あの巨人の双子のとこだもんね戦っちゃダメだよあの双子きちいなねえ通路作っちゃった通路作ってこっちも開くあ、なんかあるなんかそこもマークあるお、やったぜ女神像何これ羽のついた彫像どっかでなんか使うのねえ私が小さかった頃墓場の石像を盗んで隠したことを思い出すみんなを怯えさせてやりたかった結局翌朝には元に戻したけど
声聞こえんね。声聞こえんね。まだあったよ。あ、今度何？また調子。なんか。で、何に使うんだろうね。頭が牛の彫像。ああ。もう鑑定側にもあるじゃん。おお。頭が刀の彫像。これあそこのじゃない？そう。さっきもう耐えられなかった。一人で生きていける。そう思って私は。ああ、そうだね、確かに。これだね。これ開けたらダメ。開けたらダメかな。でももうしょうがない。ああ、おお、びっくりした。え、あ、開けちゃダメよ。開けてはならぬところだと。今はまだ開かないってことだね。じゃあ、あの、像を探しに。像を探しに。でもこれ3つ手に入ったから、なんか使うとこがあるんじゃない？ああ、ああ、はあ、行ったら。結構時間かかんだよね、これね。ね。あれ？扉。扉ではない、多分破壊しない？破壊か。と繋がっただけだよね。あーっと、今何もない、あ、ここに台座があるね。ほんとだ。はいはい、よいしょ。あ、ちゃんと、あ、え、あ、なんかそう、筋筋筋筋でもいい。下に数字みたいなの書いてあるよ。あ、数字ね。5。これは何？ 14。お、5歳の時、校内、校庭駅で家畜が全滅。多くの自殺者が出た。7歳の時、あー、なるほど。母は教会に依存し十字架だけに愛し継がれることをやめた。10歳の時に家を出た天国に行くとだけ書き残して、はい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 、14のところには天使ってことね。そうだね。7歳の時に、教会、あ、十字架じゃない、十字架、こっちじゃない、これだよね、十字架。5歳の時牛、5歳の時に牛、これだね。あ、がラスト、いいかが、お、よし、ガシャコ行きましょう。教会はもう目の前。 あ、あの中なら少しは安全よ。おら、あべおいおいおい、ごめんごめん。あれ、え、助けて助けて、どこ行った、あ、レスリーあっち行った。なんでなの、なんでなの、逃げながらあそこ行くしかないでしょ。そうだね。こっちよ。聞こえてない、ね。聞こえてないね。来てる来てる、聞こえてるよ、聞こえてるよ。怖っ、マジで。先は来ないんだよね。どっち来る？どっち来る？はいよ。来る。ゴーゴーゴーや。ゴー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 。あ、やった。おお。ちょっと開いてる。ここでほら、ジョセフと。セバシアンが通り抜けたね。ワンワンから逃げて。
あったね、メガネ探しに行ったやつだ。そうそう、ジョセフの本体探しに行った時、ジョセフの本体、あ、メガネね、メガネだったんだ。行きましょう。よく覚えてんね。そうしょ、あったね、あったね、あったっしょ。開いた、こっちだよ。モールズ信号送っといた。これで多分チャプター終わんじゃね。ほら、ここのシーンあったよね。あったあった、ここあったよ。あったよね、連れてジョセフたちが、あのセバスチャンたちか。で、この境界でひっくり返るでしょ。そうそうそう、重力失うとこね。あー、うん、渡さない渡さない、お、渡さない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 。大丈夫よ、私がいる。誰にもあなたを渡さないわ。私から離れないで、何があってもね。あいつ来た。私をどうするつもり。お前をか、お前が義務を果たしているか見に来ただけだ。私のようにそいつを傷物にされては困るからな。失せろ、彼は渡さない。それでいい、言うまでもないが、失敗したらどうなるか分かっているな。この少年を必要としているのは奴らだけじゃない。お前もここから出られない。私と同じように、我々は駒に過ぎない。いずれは犠牲者。奴らは私を殺した。私を引き裂き必要なものだけ奪っていった。奴らが支配しようとしているものは私が破壊する。ルビック、はい、頭痛きた。やめて、誰を離して。お、彼は私の器、私が支配するのだ。利害が対立しているようだな。お前の任務とは何だ。ここなら奴らの目から逃れられるとでも。お前は監視されているのだ、きっと。消えた。何をしている、キッド。少年を連れてくるのだ。私にはできない。レスリーを連れ出したらルビックを解き放ってしまう。彼がどんなことをするか計り知れないのよ。そうはさせない。集まってく。君は覚悟はできていると。君は決断をする立場にはない。これは許されない行動だ。少年を我々の元へ連れてくるのだ。ええー、か。おお、入った。でかくない？ドラゴンボールみたいな。逃げるだけ逃げればいい、キッド。だが無駄だ。我々に逆らうのだ。どこまでも追いかけてやる。戻ってくるんだ、きっと。仕事終わってる。おお、おお、揺れる揺れる、逃げる。おお、これ夢に見そう、マジで。うまい。おお、おう、こっち。あわよ、来ないで、来ないで、やめて。だいぶ向こう走ってます。そうです、いるー、目の前。あー、やめてー、死んじゃうのか。あー、バレちゃう、バレちゃう。これ死んだわ。え、そういうこと。うん。え、そういうこと。やば、逃げる、逃げない。あ、始まってる、始まってる、始まってる。
って。やばいね。左ってこと？あそこ左だね。でもなんかその前にもなんか強くなかった。そうか。これ走るボタン押してなくても走ってる。自動的に走る。あれー。お手が落ちた。間違えた。影あった。あー落ちてちゃう。キープだったり、キープ。キープ。なんか関係あんの？なんだろうね。ヘッド誰？キットに持ってかれすぎだよ。またこっからか。レスリーを器にするためにルビックがあるってことだよね、これね。だからルビックイコールレスリー。終了ってことじゃない？みんなが同じ場所に集まればチャンスがあるかもしれん。これあれだ。あなたを信用できない。このままでは。ダメだ。彼女は一緒に行動する。彼女の面倒は俺が見る。セバスチャン、話を聞いてください。あれはやりすぎです。この機会があれば人生を取り戻せる。研究も継続できる。表に出てはならないことがある。特に君はだ。ビーコン精神病院、彼より先に行かなければ。銃の扱いには気をつけた方がいいぞ、キッド。何を企んでいる？やるべきことをやるだけ。あ、なんかタイトル変わった。あチャプター2クリアですね。チャプターごとにタイトルがあるのか。っていうことかな。暗闇モードだって。はあ。また難しいモードができる。そうだね。これ。じゃあこれは終わりってこと？いやいや。あ、めっちゃ死んでる。13回。セーブゲーム。いや。ほら、終わりだよ。マジ？だって次タイトルメニューかセーブゲームしかないもん。ああ、ほんとだ。確かに。いや、ああ、でもそうだね。チャプター20だね。確かに。クリアですね。あら、あら。クリアしちゃったよ。面白かったね。で、あの、もう一個のダウンロードコンテンツに続くという。あ、そういうことね。フラグですね。はい。あ、ニューゲームプラスって出たわ。2のってこと？そう。じゃあ、1の。1の？これの、もう、こう、ダウンロードコンテンツ3つあったじゃん。で、もう一個はあのキンコマンのやつで、もう一個これの続きってことでしょ。あのボスから逃げるんですね。まだ終わらないですよ。シー君大丈夫？いや、面白いよね。面白いよね。ゲムハラ、ゲムハラだよ、それ。ゲームハラさんゲムハラって何？はい、ここまでご視聴ありがとうございます。はい、次はまた違うダウンロードコンテンツでお会いしましょう。会いましょう。またね。またバイバーイ。